まず、変面ショーですね、本日初めて見られる方も多いと思いますので、変面についてちょっとご紹介させていただければと思います。中国には多くの伝統芸能がありますが、大きく2つに分け、北京の京劇、四川の戦劇の2種類があり、変面は四川の戦劇に属し、人気が高いことから、今日では独立して行われるようになりました。変面とはお面が瞬時に十数枚変わるというもので、お面一枚一枚に意味があり、男性、女性、動物の神様となっています。またその時の面に応じた動きも見どころの一つです。変面はその仕掛けは門外不出であり、中国の国家一級機密に守られた伝統文化財でもあります。日本で変面を演じる演者は20数名しかおらず、また九州には5名程度しかいないと言われています。本日変面を演じる変面師は18歳の若手変面師ですね、長崎5代目華僑伴さやかさんです。先日ミヤネ屋にも出演しましたので、記憶に新しい方も多いんじゃないかなと思います。はい、それでは目一つ一つに喜怒哀楽を表す表情と、いつ変わるかわからないスピード感触れる中国変面ショー、どうぞお楽しみください。Thank you.
Thank you.